はい、皆さん、こんにちは。玉木雄一郎です。いつも玉木チャンネルご覧いただきありがとうございます。さて、今日はですね、勉強になるシリーズをちょっとお届けしたいんですが、その一つ、最近ニュースでも少し名前を聞くようになってきました、骨太方針。これについて解説したいと思います。玉木チャンネル。骨太方針を説明するということはですね、実は日本における予算編成プロセス。 予算編成過程を説明することになるので、まあ、骨太方針を説明しつつですね、どうやって日本のですね、この巨額の110兆円を超える予算が決まっていくのかというカレンダーをですね、今日はちょっと説明したいと思います。で、そもそも骨太方針っていうのはですね、これあの骨太方針という公式な言葉があるわけではなくて、正式に言うと経済財政運営と改革の基本方針というのが正式名称なんですが、年に1回決めます。 骨太って、なんで骨太かというとですね、やっぱり国家の基本となるような政策をここにバーンと書いてですね、こういう方針で我が内閣、我が政権を運営していくというのがですね、この骨太方針。しかも、その中でも経済とか財政の運営に関する大きなですね、考え方方針がこの中に書かれてあるということだったんですね。ただ最初は骨太方針だって言ったんですけど、最近ね、もうやたらめったら細かいこと全部書いてあって、 もうななんんか小骨の方針みたいになってるんですねで今回まあ岸田内閣でもこれ出しましたけれども、まあ、目玉というよりもですねもう目玉ないんですよねだって岸田内閣も長くやってて最初、えー、新しい資本主義とかね所得倍増とか、まあ、そういうのが大きな柱かと思ったんですけどもうそれもないですからもうないんですよでその実際はですねちょっと今から説明しますがこっから始まる1年間のですね 各省の予算要望のまああのアマ,アマゾンで言うあのだから欲しいものリストみたいな感じなんですよ。実はねあんまり世の中の人には知られてないんですけどもこの6月にまとめるほのぶと方針に入るか入らないかあるいは入れ込めるか入れ込めないかっていうことでここをまあ1ヶ月ぐらいですね業界団体とかも含めて動きまくってたんですね各省庁も。でんでかということを今から説明します。 で、この骨太方針で、まあ、こういう方針でやっていきますわ、みたいなことが書かれてあるんですが、この中に入ったものの中からですね、来年度の予算編成のその項目が決まっていくということなんです。逆に言うと、もうここに入っていなければですね、その後いくら頑張っても基本的にはですね、年末の予算、つまり来年度予算案には入らないっていうことなんですよ。だから、まあ、要は、 まあ、ちょっと言葉悪く言うと、これから始まる予算分取り合戦の第1ラウンドのペーパーなんです。で、これがまず決まりますとですね、ちょっとスケジュールでいくと、来月7月はですね、概算要求基準というのを財務省が示します。これは閣議業界で概算要求基準って何かというと、これぐらいの予算が欲しいねという要求をですね、各省庁、経済産業省、農水省、外務省とかいろいろ役所ありますけども、 そこが欲しい予算を取りまとめてですね、えー、財務省に対して来年度予算これぐらい欲しいんですというその要求をするんですけども、ただ無限に要求させたらきりがないので、例えばこういう経費は去年に比べてプラス5%以内ですよとか、むしろマイナス何以内ですよとか、その要求してもいいんだけど、そのこういうルールに守って要求してねという要求の基準ですね。これを示すのが来月です。 概算要求基準を決めると同じ頃にですね、去年の税収の確定値とか、あるいは経済成長来年どうなるんだというですね、財政の中長期資産というのは同じ頃に出て、それに基づいて概算要求基準を決めるということです。で、この基準を決めたらその基準に従って、要を挑んでですね、各省庁は8月末、8月末を期限にですね、締め切りに財務省に対して、じゃあ,じゃあ来年度予算に向けてはですね、 どういう予算を要求しようかな、ということをですね、こう、予算を、要求予算を積み上げていくわけですね。でその積み上げるときの一つのベースになるのが、この骨太方針に書かれているのは政策集で、じゃあここに書いてあるやつは入れ込んでいこうとかですね。まあそういうことで、各省の予算要求の内容を決めて、8月31日の締め切りまでにですね、財務省にこうやって出すんです。 で、ここでまず各省庁がですね、来年の予算こういうのが欲しいですよっていうことをですね、ちょっと多めに出すわけですね、今日基準満たしながら。で、それを受けた財務省はですね、9月から年末にかけて予算編成過程ということで、まあ、査定作業に入っていくわけですね。で、ですからこう分かるようにですね、財務省はこう9月の概算要求が出るまでは暇なんですね。で、こういうのが欲しいって出てきてからですね、まあ、これはちょっと要求しすぎだら、これは削るとかね。 あのそういうことでこう査定が始まるので財務省の主計局がここから忙しくなるんですねでただこの概算要求基準を決めるのは主計局の中の総務課の企画係とか決めるのであの一部の主計局はこの時忙しいんですけどまあ,あの基本的にはあのここまで暇でですねで9月以降、まあ、だんだん忙しくなってこう日が短くなってくるにつれて働く時間が長くなってですね で12月の予算編成のこう直前でみんなこう深夜帰れなくなるとか、そういう感じだし、あとまあこの各省、まあ、財務省射程しますけどよくわからないんで、ちょっと農水省来てくんないとか、え外務省来てくんないって言って呼び出されたらいつでもですね、いやここはこうですよって説明しなきゃいけないんで、結構各省も待機がかかったりしてですね、 まあまあ結構この忙しい。これちょうどあの、え、秋の頃はですね、臨時国会も大体開かれることが多いので、国会対応しながら財務省の要求にも応えていかなきゃいけないと。この辺からは確証としてもですね、だん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 忙しくなってくると。まあこういう編成で、そして、え、12月のクリスマスの頃にですね、政府の予算案が決定されて、まあその前には、あの、税制についてどうするか、税制改正、え、大綱とかですね、そういうのも決まって、え、来年度の予算が決まると。 で、決まったらそれに基づいて予算案を作って予算書っていう分厚い枕みたいなですね、いまだに紙でやってるんですけど、それを国会に提出して、で提出が1月になりますから、そこから1月から臨時あの、通常国会を開いて、1月、2月、3月、まあ、衆議院まずやって参議院やってですね、国会審議、予算委員会ですね、やって、まあ、3月年度内に成立したら、4月からですね、次の予算が執行されていくと。 まあこういういスケジュールなんですよただ予算のですねさっき言ったようにそのずっと逆算今度してみてみているとその元になってるのは骨太方針なんですよね。でここにやっぱり逆に言うともうここに書いてる以上のことは来年実現しないんですよ。だからあのこれねあのちょっとまあ,あの今ちょっと少し若干批判的にこう言いましたけどビジネスやられてる方とかあとはどういう補助金とか。 あるいはまあ融資が受けられるとかそういうのを考えてる人はですね一回これね骨太方針は読んでおいた方がいいですでそうすると大体ここに書いてる方針で国の方針はいきますから、まあ、それに反することよりもむしろ沿ってやった方がですねあまあ国はこういう方向いてるんだよなっていうのはある程度知っといた方がいいと思いますね。でこういうまあ,あの一連の流れになっているということはですね いろいろ政治のニュース、経済のニュース、見るのにはですね、役立つと思いますので、えー、お役立ていただければと思います。はい。えー、今日はですね、えー、骨太方針について、えー、皆様にご説明させていただきました。それでは、玉ばチャンネル登録、お願いします。